かりました。今回も長くはかからないでしょう。僕にできることはないでしょうか。わかりました。今回も長くはかからないでしょう。何か僕にできることはないでしょうか。優等生なんかじゃありませんよ。優等生なんかじゃありませんよ。では参ります。腰が抜けています。よくわかりません。そんなに嬉しくはないです。申し訳ございません。せっかくの温泉ですから、思う存分楽しまなければなりませんよね。軽い散歩だと思ったらいいのでしょうか。温泉に入る前にやるべきことは済ませておく方がいいでしょう。温泉はお好きですか？もうお湯に浸かっても大丈夫でしょうか？そんな、もう帰らなければならないんですか？まだお湯に浸かってもいないのに。目で確かめて、足を揃えて、心を整えた後に剣を振ります。僕が本気を出す時が来ましたね。愉快ではありませんが、真剣に相手をしなければなりませんよね。見くびられても困ります。誰かを傷つけたくはなかったのですが、だからといってちゃんと相手をしないと、それもまた無礼なことになりますから。油断してしまいましたね。僕もまだ修練が足りないみたいです。もう迷う必要はありませんね。わかりました。今回も長くはかからないでしょう。では始めましょうか。また会いましたね。これが今日の結末なんですね。疲れてしまいましたね。家族を思い出すくらい。どうして私を罪人にするのですか？優等生なんかじゃありませんよ。僕が本気を出す時が来ましたね。軽い散歩だと思ったらいいのでしょうか。わかりました。今回も長くはかからないでしょう。わかりました。今回も長くはかからないでしょう。
何か僕にできることはないでしょうか。優等生なんかじゃありませんよ。では、参ります。勝つ！しっかりしなさい！よくわかりません。そんなに嬉しくは、ないです。申し訳ございません。せっかくの温泉ですから、思う存分楽しまなければなりませんよね。軽い散歩だと思ったらいいのでしょうか。温泉に入る前に、やるべきことは済ませておく方がいいでしょう。温泉も、その後の散歩も好きです。もう、お湯に浸かっても大丈夫でしょうか。そんな、もう帰らなければならないんですか？まだお湯に浸かってもいないのに。目で確かめて、足を揃えて、心を整えた後に剣を振ります。僕が本気を出す時が来ましたね。愉快ではありませんが、真剣に相手をしなければなりませんよね。想像よりは鋭いでしょう。誰かを傷つけたくはなかったのですが、だからといって、ちゃんと相手をしないと、それもまた無礼なことになりますから。油断してしまいましたね。僕もまだ修練が足りないみたいです。もう迷う必要はありませんね。わかりました。今回も長くはかからないでしょう。では、始めましょうか。また会いましたね。これが、今日の結末なんですね。疲れてしまいましたね。家族を思い出すくらい。